改札口ホーム駅周辺の町並み小犬駅は、茨城県筑波未来市小犬にある、関東鉄道上層線の駅。上層ニュータウン犬の大、犬の里地区に近い駅である。当駅は、筑波未来市に位置し、柔地区中心市街地、小木沼橋の最寄り駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム上に、桜の大木がある。取手寄りに、 校内踏切があり、上り取りで方面ホームには、伏線区間の駅では、唯一の待合室がある。駅舎は三角屋根を持ち、入り口左手にはスロープがある。ホームは2019年に4両分がかさ上げされた。乗降人員は、下表の通りである。駅舎と出入り口は西側にのみ設置されている。駅前にはロータリーがあるほか、駐輪場も設けられている。 国道294号を挟んで北西に小野地区の中心部、南西に上層ニュータウンキヌの台が位置する。南には土都地区が広がる。駅前ロータリーより、筑波未来市のコミュニティバス、未来号の北西ルートが発着する。筑波エクスプレスの未来平駅を拠点とする循環経路となっており、経由方向を違えて、それぞれ1日に本が運行されている。運行は、 関東鉄道が住宅している。当駅は JR を除く、私鉄各社において、布地で終わる、唯一の駅名である、注釈出店。ありがとうございます。